じゃないやい, <laughs> い, <laughs> いいじゃないですか。 はい、さあということでオーバータイムになました。ーーえー、<ー>これはユーストリームをご覧いただいた皆様にと、はい、いうことですか？そう,そうですね。ねスイキャスマはい、すみません、あのーはい、FM7 の,のね、パーソナリあええとリスナーの皆さんは申し訳ございませんが。はい <laughs> さあここからこれ80何名っていうのはこれ今見ていただいてる人まだはい今見てる現段階が86名ええそんなにさっき99名いましたよ今放送いったん終わるところどなりましたけどさあということでねすいませんもう全然綺麗じゃなく終わってしまいましてはいえと何空前ですけど勝手にリ琉ーゴールィンキングス応援番組やったぜ B リーグチャンピオンシップ進出おめでとうはい裏 が始まりました。さあということここからはですね、良ければあのリスナーの皆さんというか見ていただいて皆さんからの投稿をもとに話をどんどん膨らましていこうじゃないですか。いいですね。いう感じを勝手にごめんね。本当大丈夫？すいませんも。はい。すいません。そんなにねやっぱ盛り上がった思いまんで。僕ら三人が集まることもなかなかない。いや確かにそうですよね。俺が勝手にごめんね二人にいてくるかってお願いして。いつも会う時はキングス会場です。そうですね。本当にすいません。同じ吉本興業でもこんなに会わないから。そうなんですね。すいません。さあじゃ。 何かあの僕達これ拾いたかった俺行こう行こうポムさん今も聞いていただいてますけどちょっと前にいただいたつぶやきお願いしますいいよいいよあ更新されて見れんくなった日曜日のまああのね大阪恵比さコールはいあれを感動したとこれ俺も言いたかったわけんえ ななんですか。そうなんですよ。エムリー君からお願いします。エベッサがあのまあ負けたわけですよ。エベッサからしたらもう痛恨の敗退ですよね。もうこれもう最日曜日。日曜日そうそう。だってさっき言ってたあの受けたにヘッドコーチがもう次負けたらもう仕事ないと思えとさっき言ってたスポンサーの集まにもどうなるのかという意味合いを含めて気合い入れてやったのに負けました。めっちゃがっくりしてたのよ選手もうみんなうわってなったけど。 モンスターがあのゴ,ゴーゴーキングスのやつから「はい、大阪エベスさ <laughs> 大阪エベスさ <laughs> ってやっててで俺俺ね あのやっぱちょっと歯医者に言葉かけるのとかってちょっと野暮な部分がするじゃないですかこのドヤ感がなくてだんだん入っていったんですよもう大阪恵比寿さんもやっぱり強いチームだしいいチームってもうみんな分かってるからそのリスペクトがあふれてちょっとずつ大阪恵比寿さん大阪う徐々にねでももういいでしょうみんなでも最後リスペクトの気持ち伝え大音量になったのが俺すごいいいブースターだったワーキングスてて思って。 <で>あの最後終わってからみんなで整列するわけでそこでうなだれながらもあ「ありがとうございました」って言って礼をしてる大阪の皆さんにあの僕は勧めようとしてたんですよ僕もあんまり歯医者の皆さんに声かけるのあんまり好きじゃないからあのだけど自然とブースターの誰かから大阪井別さんっていうのが本当に言った通りさざ波のように最初はなっててすごい大波のような大阪井別さんへのリスペクトの。 あのー、また来シーズン絶対現れるこの強いチーム、うん、今度は逆に我々がやられる可能性もありますけど、うん、リスペクトを持ってこんな素晴らしい試合も見せていただいたのもねありがたいという意味合いも込めて始めたの僕ですよ最初は、<laughs> お前はキングスから仕事来ないな <laughs> <laughs> キングスは、ね、こういう人たちは、ね、許さないよ。 でも絶対に自分が最初だよっていう方いるんじゃないですかいらっしゃると思うぜひぜひ名乗り出てほしくないとういでいらね聞いてるかどうか分かんないですけどもまあだけど私もすごそういやいやそんなね出てこないかみんなでやったもんですからあ出てきましたほらええマジええマジ

バスケの話ギノザカーブ手首が野球のギノザカーブダウモさん去年も大阪エベスさにコールしたし有明では京都さんにもコールしてましたやるわけさキングスって言った通り嫌味じゃないのよなんんか知らけどね。僕はそう感じましたねいいことですね嫌味が感じないっていうのはだからもうね本当に あの最後そのばみんながやってる時、うん、俺もちょっと涙目になりましてかすぐはできなかったわけや。 あまりにも感動してこのブースタータッチをってみんな抱きしめてあげたって思うな本当に巨人だったらね一気にそうそう一気にまあまあ俺が巨人でみんな食べるけどねいや食べたの最い最後ねやっぱりいやいややっぱりね進撃だから吸収したいんだうんどんどん食べていくけどもそれはねやっぱりあのやっぱキングスならではのあのあれだったなとてつもなく悔しかったと思うし俺も なんかやっぱ声かけたかったけどやっぱりかけきれなくてブーストもフェアなんですすねそう本当にごかったそういうのでちょっと類似系で言ったらガレージ船の川田さんにだからしょっちゅう見に来てって言うんだけどだけどあれだろ相手が敵側がフリースローするときブーイングするんだろダメだめだよそういうこと。 何度ほどやねんとみんなが想像する川ちゃんですね川ちゃめっちゃ優しい、うん、あれ気にする人いますよねあの最初見に行った人、うん、ブーイング相手も頑張ってるのに,にる、ね、そ,うそ,うそう。おっしゃるんですよねだけど、うん、やっぱねそうなんですよそこはちょっとまたちょっと違う 線を引いていただいて試合は試合でしっかりとやらないと逆にあれになりますから失礼になりますからそれもありますのでだけど中にはキングスがシュートキングスの選手がシュートをととしてる時に口笛とかやる人とかいるわけわからないでやってるのが何かライラする いやイライラは僕は全然しないですけどあっ分からないかな静かにした方が集中できるんちゃうかなとか、ね、やっぱりそうよね<ー>そういうのがあるんだけどやっぱ他のブースター分かるブあのファンの皆さんとかはあれなんとかできないですかクーバさんとあ,<ー>あれで言ってみたいなことを言うわけ <laughs> これはねちょっとこれに <laughs> そうそうそう,そうだけどねこれはちょっと違うで<ー>キングスはやっぱりあのブースターの皆さんファンの皆さんが自発的に とにかく楽しんでやるようなこと。例えばそれで例えばねあの今シーズンもどっかのチームがあったけど中指立てるとかそういうのがあったりしたらそれは多分ひょっとしたらあるかもしれないよ。それは許せないしすよ。いっていう話になるかもしれないけどそういうのではなくてちゃんとその乗っ取ったね乗っ取りながらのあのあれだと。もうみんなであのやっていこう自発的なものでやろうっていうこと。でもりちゃんもそうだと思うけどあのホームでしか応援したことないでしょう。はいないですね。アウェーで応援したしたくないですか一回でしょうね。 だからあのアウェーのブースターの気持ちまだわからないんで僕あの県外とか行った時に親しみがして行ってもう僕圏後ワールドにしちゃいますよホントお前めちゃめちゃうなだれながら帰ってこない <laughs> キングは買ったのになんでかえっつって <laughs> あれなんでか <laughs> <laughs> すごいやられてるやつだねっていう結構さんでもあのおじさん 野球ファンのおじさんに多く見られる傾向なんですけど自分の影響力が大きいと思ってるタイプの方も別にそんなにないですでもそうだから絶対いる絶対のブーやって相手に外したの俺が言ったかもっていう人いるんだよ絶対にほんとに俺のおかげでマジであれは絶対いいそうでありがとうございます他にもありますかメールねいい…っぱ

えとそれ相手チームあー、えー、と北川秀平はうちあの北川出れないって言ってました、うん、そうですよ、はい、の方がそう,そうなのよひねったのよ<構>この水曜日だよね,ね名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦の時に相手選手の足踏んでグニュってなってそでそでまたね北川秀平選手あのロッカールームに帰って練習の時とかさその試合が終わってから木曜日とか金曜日にあのスタッフと話しながらあそこもっと走ったほうがいいですよねこうしたほうがいいですよねって話しながら。 あの固定するための、うん、足を固定するためのサポーターを、右足につきながらずっと話。逆、逆。<laughs> めちゃめちゃ、あのなんていうの、あのクロスで、靴ね、<laughs> はいはい、コンバースみたいな感じの靴で、<laughs> はい、あの <laughs>。全部締めて、蝶 <laughs> <laughs> 々結びした後に。 だよね。か <laughs> <laughs> 反対だよねってスタッフに言ったらしい <laughs> 北川選手って結構天然な、ね、めちゃめちゃ天然なしあんなすごいプレーするのに、ねはい、あんなぶれ、うん、ないでしょいぶし銀で全然硬い感じのスタイルの選手なんですけど。 全然然違うらしい天バスケットですね僕の地元にジョバスでエーマーっていたんですけどエーマーはめっちゃ天然なんですけどもうバスケもそんな上手じゃないと最後のバスケの試合でかか最後の試合で最後もう負けてるからエーマー出ていいよって言ったんですってエーマーにボール来ましたドリブルしたらもう相手もなんかスルスルスルっといけたんですって。 自分たちゴールに決めてああこうやなもう最悪すぐ選手交代なんかディフェンスめっちゃ自分上手くなってる気づくやろキングス始まる前にミニゲームみたいなのがあってキングスドリームゲームっていうのが子供たちがやるんだけど子供たちもやらないよそれ。 入ったのは見たことないじゃあ俺もバスケット時代あった天然のやついよいよいやちょうだいちょうだいそれつながりでボールをラインから出す時あるじゃないですかはいはいはいその時にあれコート4人しかいない4人しかいないあと1人あと1人4人しかいないつって自分数えてなかったわいやお前込みで5やいかわいいな監督にあと1人あと1人 めっちゃ面白い。めっちゃ面白いな。いやもうでテンション上がってたそんな感じになるね。じゃ僕の可愛い話でもいいですか。可愛い話。どんなバスケット話？だからいいよ今渡す小さい頃僕うなじゅうが今も大好きです。うなじゅうが大好きでうなじゅう食べた後にあのうなじが出るのもったいないからってうんこ我慢して大泣きしてた。すぐすぐうなじをせっかくあんな美味しいうなじゅう食べて。 の話かお前それなんだばこれデブのす本当だトねホントねクイシボーだそうだなかわいいなかわいいなええとマサさんあれがいいんですよ 北川さんのやつですね天然舞台ね。大舞台でも変な緊張せずに活躍できそうですし天然だとということでなとほどの一の人ってやっぱり何かしらそういう可愛げがないとさ神格化されてしまいまして王様かと思うような近寄りがたくなるんですけど北川うちの嫁が北川選手見たらしくて大手スーパーで菓子パン屋さんにいたらしい。 2回いやいや2回試食行きよって帰えキングスお金あげて2回試食可愛かわいくらいかわいいですうちの嫁が声かけようかどうしようか迷ったけど試食だからやめたって言ってたよああ確かにねえ美由紀さん北川さんは本当に最強大好きすぎて辛いという本当だね出てきてほしいな頼れますけどあのちょっと難しいんじゃないかな俺も足くじいたことあるけど人なしんで。 月やっぱり難しいよ癖にもなるしさから次のこと考えると一応北川というね大きなそのサインのタレントがいなくなるのは大きいけどそれでもやっぱりなんやかんや言うて土日勝ってるわけ一応はあれないのかなサッカーみたいに北川選手のユニォーム下に来ててああ動きめっちゃやってるけどラジオですよ忙しいおっぱいパブシ やめなさい。すみません。え、ちょっと待って、何分までできるの、お前たち。俺、俺は二十三時まで行こうと思ってるよ。あ、じゃあ行きましょうか。僕永遠に行けます。いい、大丈夫。大丈夫。スタッフが、スタッフがえやーっつって、いやもうでいやあのね、来投げかけてる過去のやつを掘り返してもいいよ。過去のやつを投げ返す。もう一個してますよ。はい、オッケー、オッケー。してからクーバさん、はい。え健吾さん、えモヤ、えシ、CS のえ。 三河戦が終わったらまたキングソウェン番組やってほしいわいああなるほどあーいいですねで需要がすごくありますよ本当ですかすい,す、ね、いやこれねだからこんなに大事になるとやばいわけ本当に <laughs> <ー> <laughs> き出すといんだ当たり前でしょそコストリやろうと思いながらコストリでもないけどこんなにたくさんの皆さん集まってくれるとは思わないのでこれ勘違いしてはいけないのは決して我々の人気ではないぞっていうことでそうキールはだから危ない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 ですよ危なかった今俺ありがとうお前ホントにキングスから仕事来ないでお前はお前はホントにお前にも振ろうと思ってたんだけどなあ怖いですよマエピロさんキングス公式ツイッターが監視してるって言った え、嘘嘘ででししょょ俺さっき北川選手がどこのチームか分からないやいやいやあのそれね何か分からんから感じにしないからそう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 いやえ、マジマジいやこれはちょっと問題だなやばいなどこまであるじゃん悪いこと言ってないかもしれないけどキングスとしては反ってないっていう時あるからね俺もさっきのあのね32番とギブスさんが「いやいや」って言ったりしたらダメだから俺本当は。 あのそっかそっかええまあでもね本当にクーバーんも長年やられててえ当ほんとにお疲れ様でしたありがとうございますちょっと待ていつでも僕はちょっと待てお前お前ちゃくちゃくとコスタントと狙うな俺がなんかあのんだろう選手紹介してる時お前も口が動いてるっていう噂わがバレてる俺練習してるんですよ ふわっさけ流れてるからねいつ何かやるか分かんないこういう僕は準備するタイプなんですそうよねしっかりと構築していくからねそれでもい拳突き上げて大きい声出すきっかけで音楽流れてるんだなじゃあこれはマストだなとかなきっかけうわさすがに読んでます台本の裏もねいやでもなんか 第二のクーバ様式選手権みたいなね。あやってもらいたいな。あれめっちゃ難しいよ本当に難しそう。あれ難しです。本当ね全然足りてないわけ。本当は一番はめあの初見の初めて来てるお客さんにもわかるように、あのお前もうわからんだろう。三秒ルール五秒ル。あの台台形の中に三秒いたってダでした。ペイントって昔は言ってたんだけど色がついててね。そうそうそうゴール下の台形の四角の中に三秒で五秒は。 あの外出たのボール中に入れないと5秒以内にああそうそうそういうことあれねだって審判が5秒数えてるんでしょ数えてるよ行き急いでる人の5秒って早いっすよやかましいわ行き急いでるファーストアンパイやと行き急いでるセカンドアンパイや2秒誤差がありますやかましいわお前そんなそ全然ファーストアンパイになれんそんな人あれだから気をつけてほしいな本当とね練習もあるんでしょうね審判のやっぱ絶対あるらしいよ配管のやつとかもやったりするときもあるんだすごいよあれは本当だし8秒

秒以上かかららバレるブーースタトータルで8秒間あれちょっといつめっちゃ書いてくる臭いんちゃうかってブースターのまま俺やっぱりキングスから仕事来ないやつ今回はバカちゅそれは違うけど康介8秒以内に前に運ばんといけないというルールですよハーフラインから自分たちディフェンス陣地と攻撃陣地があるでしょセンターラインを境に8秒以内に ボールをあっちに運ぶとダメだ。そう半分以上だって戻してもダメですもんね。バスケットって一回前に行ったら、そうそうそうバックパスっていうのなんっけ。そう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 。一回相手陣地に入ったらセンターラインからね。相手陣地に入ったらあの後ろにディフェンス陣地に自分たちが戻してしまうと。うんダメバックパスっていうことでバイオレーションになります。いろいろあるんですねルールが。そうなんです。これなに琉球ゴールデンキッグス公式。さあ二十一時から FM 七二でクーバさんと初子意見語ってやってます。琉球ゴールデンキッグス公式から。 勝手にキングスの番組してるっぽいです。キングス公式監視中マジで来てるよ。エモルコスケが送ったツイートに琉球ゴーキングス公式から勝手にキングス番組。あれあれあれ。はいはいはい。これだから増えたんだみたいな人が。んこっちゃねえで。あれ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 うわ。じゃあじゃああれですよ。あれ今日あれやってるのわかります。何？あのビーリーグの総選挙みたいな。 選選手のあ選手の選手のっイケメン部門はははいいいクールセクシー部門、えー、ユーモア部門、うん、タブショット部門っていうのあってるんで今これ聞いてる方まだツイッターとかでやってない方は、うん、それぜひキングスの選手に応援の、ね、やつ投票してください、うん、ということになって今ご機嫌を伺っている状態です。<laughs> <laughs>

めっちゃ怖いあと45分だけどやるから全然やりましょうやょうやりましょうねえじゃあツイートもしあれだったらんかほかにもあるツイッターもあるか見れるツイッターをねめちゃくちゃあの過去のやつとかでもいいのよどんどん掘り下げていいよ過去に戻ってテリータウンショット一やっぱりタウンショットっていうのは何ですかタウンショットってイメージどんなショットのイメージあるシュートだけどああタウンショットかあとバスケットカウントをもらいながらゴール決めることいや。 だけどね、まあ、そうですね、うん、非常に難しいというか。そう これ厳しいシュートを決めるのタフショットって言うんですよ。いやそれはそのボーダーラインが分からないです。人に人によってはこれああいけたね。ああなんでみんな騒いでるのって思ってる人もいるかもしれない。いやテリーさんすごいんでしょ。テリーさんうんそれそテリーさん否定じゃなくて面白いね。そのショットの定義の曖昧さをなそうそうそうそこら辺だから秒数を見てそうだけど見ててこれ難しいシュートだなあってただね難しいシュートした時観客もわあってなるさ。全部難しいよ。 簡単なシュート一個もないですよ。バスケットやったのわかる。お前一個一こいなわかるでしょ。やってるさえもりちゃんも。おしいっすよね。直直な。この相方もあまリップサービスでコンビで出るんですけど。新薬ね。実は小学校の頃バスケットやってたんですよ。そこあの人バスケットやってたの。でもすぐすぐやめたらしい。その理由はサッカーはあんなゴールでかいのにバスケは小さすぎるから引き合わんっていう理由で。 子どものすごいな面白い発想だねバスケットリングって噂ではさ2個入るってよらしいっすねボールそれでも難しいとボール2個入るって言われ入らないっすよで一応んかイメージでしょあれよちゃんとやったら2個パスって入るらしい大きさ的にはじゃ奇跡のシュートあるんだバーって一緒に練習とかやってたらあ練習の時あるかもしれん練習の時あるかもしれん この質問からやりません好きな選手みたいなあいいね俺は言ったらダメなんだけどね本当はそうかそうかこのバランスを取らないといけないですキングスのチーム内でもダメなんすいろんなジャンルのだけどねいろんなジャンルのあれもあるからいや言うよ言うよ今日は言うよあじゃあいいじゃないですか言えば言うほど俺にとっては言うよやかまやしいわ 全部の1位のあれ勝負を出してるわ俺いいよそれやるよじゃあいいですいいです誰から俺からいくよじゃあはい俺はもうまず最初にすぐパッて出てくるのはいつもあのああ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 あもああ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 のあああのああ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  くれるわけさ、そのドアとか、荷物とかなんか持ってたりすると。で、ずっと通るまで、やってくれたりとか。それを、塩住川の、ゼロワの橋本もやるらしいわけ。へえ。やばくない。やばいっすね。あんなにすごい選手なのに、その、そういう心意気も、うちのスタッフさんもやられてて。なるほど。やられてて。ちょっとポワンってしながら。 だからどうするかみたいなそういうねやっぱりすごい選手はお手本になってもらいたいよねそういうだからそういうやっぱりちゃんとセンターのところまで来て一礼するわけよ米峯翼選手と秦野選手も真ん中に来て選手交代の時にさ選手交代の時にプレーしてたところからコートから出る時には真ん中で一回一礼してからにパッて戻るわけどそういうなんか礼儀とかをしっかり重んじてたりする米嶺翼選手をまずはあげますそれはまずはね 僕やんちゃなのも結構分かる俺もバッドボーイズ大好きだったからねなんかまあこれ結構昔の話らしいんですけど浪里選手は昔結構やんちゃだった浪里やんちゃだったらしいですよんか車とかもすごいの乗るんじゃないクラウンとかカマロとかちょっと俺の好きなエピソードなんですけど栃木ブレックスで浪里選手がプレーしてた時に要は田臥選手と一緒だったでコーチから浪里選手がめっちゃ怒られて コーチからね。コーチから怒られたときに、なん,うん、うん、何だよと思ってたらしいですそのときに。 選手ってアメリカで NBA の挑戦も何回もしてるじゃないですか田臥選手も実際チャレンジして NBA でプレーしてるじゃないですかんだよってナビザツ選手が思ってるとって背中叩いてこれはアメリカでも一緒だぞって言ってこれはすごい説得力うわど。今でもナビザツ選手リスペクトしてるみたいなの記事で読んだことがあっていいね、一回簡単にすぐ冷静にさせてくれるっていう人が近くにいるっていうのはありがたいよな。うちの健康全然冷静になならい <laughs> <laughs> 一回火ついたら全然 <laughs> あの相方の松田翔とか新本とか何もやらないから、はい。<laughs> これじゃちょっとねフーリガンって呼ばれてる。フーリガン。お気の利いた仕事の。個人プレイですかね皆なるほどねすごいエピソードね。さすがですわ。面白かった。まあまあちょっと待って俺は言ったけどお前たち言ってないやんか。でもやっぱこれ誰か一人って言ったら偏りにこうねあのバランスが悪くなるんで。おいおいおい。全員を応援して。おいおいおい。あれあれあれ。嘘ですやん嘘ですやでも全員もちろん応援してるけど。のジャンル別でさ。僕がでもあの。 キングスにハマったきっかけになったのは、あのまあ言っても僕もこんな偉そうにいろいろべらべら喋ってますけど、あの今シーズンから本格的にハマるね。なのね。いやだけどあの我々にとってはね、そんないつとか関係ないから、キングスとしてさ、本当にいつでもそんなの関係ない。もうその瞬間で OK。ありがとうございます。でもこれハマったのが、これキングスの副音声をしてる時に、あのクーバさんとも一緒。やった。 だったんですね。あれがなったんで、でクーバさんがじゃあのねえっとアルビレックスに勝ったとおもいでで負けてたけど誰に注目したんですか後半ってで僕はもうなんとなく田代選手って言ってんですよ。本当にそうなの？その時そこまで成績残してなかったのよ。そう。それ選手がもう大爆発でそのシーズンの一番のキャリアハイ三とかでした。二十三か二十七かな二十三かな取って。 それがもうきっかけで僕大好きなんですよ、ね、そ,うそれで勝ったわけその試合もね,ね、えー、田代選手の活躍で,、うんではい、本当に田代選手ってめちゃくちゃイケメンで本当にねあのそうそうあのファンの中でも「ルカワとワンオンオンしてもらいたい,たいあ」あーいな、ね。 どんなことだろうと書いてもらえないのかしらねと井上先生に書いてもらえるんじゃないかみたいなもうだから僕ほんとにね田代選手がシュート決めたり外して悔しがってるの見たら胸のほうが締めほけられなんか。 俺もお前女性ホルモンが…だろ分泌するの俺の中の分泌されんてのスパスパちょっともう…スパ… SPA…SPA… スパス見るたびに…ちょっとずつ乳房が大きくなってるような…それぐらいなんかキュンキュンしてしまうんすよそうみたいねみんなやっぱそういう話もするよ違う好きですねもうねあのえっとね…その… 1>, 1年ぐらいは練習生みたいな感じで大学生だったのでやってたときやったわけ、うん、キングスの、はい、でその時に優勝してるわけよ<ー>キングスが最後の年ねだから去年か言ったら、うんはい、もうねどうあのベンチで見ててどうって聞いたら、はい、悔しいですとあ<ー><ー>早くあのキングスの一員となって一つの歯車となってぶわーってみんなの笑顔を紡ぎ出したいみたいなことを言ってたわけよ そししたらねやっぱ今シーズン爆発して、ね、で途中まではやっぱりキングスってやっぱ、ね、すごい選手が集まってるから、はい、最初でそのルーキーがそんなに頑張ってバンバンやったりしたら<ー>輪を乱すみたいなこと言われたりするようなイメージが俺の中であるわけ、はい、本当かどうかわからんけど、うん、でそんな中あのだどこだったかなごめん本当の若い人が相手の,あのチームの,あの別の選手からあ<ー>おい。あの田代お前 大学の時のお前じゃないよみたいなことをパッと言われたんです。ウッド選手じゃない。あ、そう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 。そう言われて、それであれっつって、なんで知ってるもんお前。選手大学の先輩ですよね。お前、お前どうどういうこと？もう何でも選手周りの情報を調べます。ゆゆ久保さんや危ないっすよ。やばいな、やばい取られるよねなゆゆな。もう腹立つわ。までそれをあのそういうことをお話してて。 でそれであのいよいよこの後半から自分を出すっていうことでチームに迷惑かけるかもしれないけどリバンドお願いしますみたいな思いを持ちつつガンガン前に出る攻めるあの時の田代が生まれて、うん、いやだからあなたが育ってるというか。 見守ってあげるというもう大ファンでキーホルダーも買いましたバティの渡辺選手ですがリバウンドはいあの田代選手の大学の後輩で仲よしらしくて渡辺選手のプレータイムがまた増えてリバウンドで安心感が出たら田代選手もまた思い切ってシュートを打ってるようになってまた確率上がるんじゃないかなってから渡辺選手もまた応援したいなるほどこの新しいい力若二人だから 台頭してきてるのですごいなんか、あのみんな注目してる二人でございますよはい、素晴らしいねおいおい、お前お前いたと僕も好きな選手うんカンポスっていうあのメキシコ代表のゴールキーパーなんですけど身長が低いのにすごいとめるうるさいわ、お前このそのね、派手派手ない派手なユニフォームなんですよ、カンポスって僕今日入ってるズボンねカンポス思い出そうですよわかりますなにこんな ユニフォーム着てこんなユニフォーム着てる時あった発展なユニフォーム着てゴール水着みたいなあるんすよ。これお前ジャングルで着てたらすご打たれてる。名裁ところじゃない服ね。いやおカモさんそうですけど。津山選手。あいいっすねなんか今シーズンが出始めてません。いやあのね前からやっぱりすごい逸材ということで日本の宝とまで言われる逸材です。これはやっぱりあっぱなんか前髪のその角度の良さ。キュッキュッキュッ すごい固めてある。はい。レ<あ>コードかって思うような。そう思うんだ。<laughs> ねあのメリハリのキーチ前髪なるほどあれが好きですねどっくり言っちゃったわおかしいだろプレースタイルじゃないわかわいいしなるほどまあまあそういうところにもいろんな見方ありますからで、今いただいてるのがですねえっと福さんからいただいておりますはいえっとねコスがいた時はダントツでコスだったけどなって小杉選手、お前の後ろにいた小杉選手はやっぱりすごいファンが多くてそうなんですね顔立ちきれいさきれい

今日練習なんだ試合終わったら練習なっていう <laughs> 楽しみ方いいなそれね、はい、ありがとうございます福さん続いてはえっ、ー、とね選べないなー舞ちゃんさん選べないなーってーね<え><ー>やっぱそうなんですよです、ね、オレンジ電子レンジさんから「手、はい、か選べません」と <laughs> やっぱそうなのよないねえ舞ちゃんさん ツーバーは本当に人格者ですね。いや並んでつ選手ね。ああありがとうございます。で焼き師さんトン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 ハミルトン。焼肉焼いても家焼くなってね。バンなるほどはいその。ハミルトンでもいやすみません焼肉は僕が言いましたね。ああじそうなんええ書かれてます素人と同じ感じだった。すみません。 ハミルトン選手、だけどやっぱりリバウンドの貢献していただいたりとか、この選手、2ー8九だったかな、身長めっちゃ高いのに、一番高いのに、キングスリーポイントも、いいね、え、シュート上手なのに、ミドルネジも、すごいわけ、だって、ほら、ハーフライン近くからも決めて逆転ブぶつかった、あの1勝がなかったら、そうですよね。 あれはすごかったね。チャンピオンシップすごかったシーンがあったのよ。ビザ、ビザ、ビザ、おかしいですか？お前は何なの？中金東から来たと。心配するなビザお前は。なんだバ？ビザを。本当に。ビザを。本当にありがとうございます。で日向さんテリー、テリー選手がやっぱりいいと。でやっぱりこの選手も出したいよ愛子さんから。はい。 大宮博正選手<ー><ー>大宮タイムってあるよねあ我々スタッフでも話がよく出るんですが、うん、大宮タイムっていうのが急になんでこの何十秒の間にリバウンド何個取るわやっていう <laughs> とんでもない大宮タイムっていうのがあったりするんですよすごいんすねピョンピョンになる時があって<ー>でボールに愛される瞬間だわけ大宮選手ーボールが友達になる瞬間があってボールが寄ってくるわけ 大宮選手の元にえっと今週あ先週か、うん、のあのー、なんか g ショック s h o c k が今節の、うんえー、タフショットベスト5みたいなの出してるじゃないですか、うんうん、大宮選手のアリュープが入ってた<あ>アリュープは当にあに飛んだらボールが勝った 手の方に結にそうそうそう NHK で放送されてたやつなんですけどそれもうすごかったわけ <はい S 1> あれかなりそうよね。で見てましたけどあれ,これ絶対選ばれるなと思いましたねあれ,ねあれはよかった <はい S 1> さあそして次は何でしょうかえっとえっとねゆきさん岸本。 やっぱりね岸本選手はねキャプテンでありながら全日本にね選ばれるあのオールスターの MVP って誰ですか今回は違うよね岸本選手も選ばれたんですかキングス選ばれてたのよねオールスターあ岸本選手と北川が選ばれたんだよ二人外国人選手が入ってなかったのかでマーク・ヘリー選手が入っていたらあれだったのなと思ってたんだけどそうだそうだ プレオフ進出決めたじゃないでで、すか、全プレーオフチームが出揃ってそれぞれのチームの主力というか声をかける、優勝したらどうしたいですかみたいなコメントインタビューでツイッターで流れてたんですけどそこでほとんどの選手が仲間とはしゃぎたいですとかそういうコメントだったんですけど岸本選手だけが。 本当に今シーズン忙しかったとだからもう休みたいですって言ってて本当に広告塔でもあるじゃないですかチームの顔としてもキャプテンとしても引っ張って本当に今シーズン頑張ったんだろうなと思って岸本選手確かにねあのツイキャスとかでもキングスでたまにポンって配信する時もあるわけ。いきなりよ だからその時の映像とかもいっぱいあってめちゃめちゃ面白いわけさ、今多分残ってるはずなんで見れるんだったら見てもらいたいです山内選手と二人で出てたりとかしたりするのもあってフリートークみたいなあの二人はすごい喋れるのでプロバスケット選手からしたらもうね違う業種の仕事じゃないですか。 ね、もうダンス踊ってくれぐらいの。そう、畑が違うことやらされた。大変だ。とんでもない、とんでもないことなの。それを簡単にさらっとやるから、かっこいいよね。あ、あのね、オールスターマック入ってたって、やっぱり。あ、入ってたって。あ、いいですね。さあ、ということで、他にはユリア選手もいただいております。ユリア選手ちゃうわ、ユリアさん。田代選手と岸本選手。やっぱり田代岸本出てくるね。はい、えっと、それから、ひな選手もマック、やっぱりね。 はいでみゆきさんがダントツで北川さんですと頼れますからねありがとうございますさあそしてえっとねあなんかあなるほどちょっとこれとはまた別で好きな人とは別でえっとね「うとさんうとさんですよ」ってやっぱ出てましたさっきのね「うとくんですうとくんね」って舘くんのエピソードをキュンジにしそうってゆきさんが本当にす敵な あれだったんだろうね、うんうん、ゆきさんにとってまいちゃんさん、練習生というかけが後だったのでねって書いてありますああなるほど、はい、そういうことか,なんかけケバブけが<の>後、けがの後だったのでそう,そうそう、田代先生が膝か僕は練習生って言ってた時のあれがけがだったからということで <laughs>、はい、なるほどはい、もうまいちゃんさんの方がよう知ってるわで、<laughs> 愛子さん、田代に恋してますって書いてますね映画みたい ははいお前ちょっとオートメチックなことになるのやめてもらっていい一回 OTB でヒップホップにキングスの選手が出たことがあるんですよ金城選手とあと田代選手が僕たまたまその日に自分のライブの告知に行ってたんですよ。スタジオだだったん 原付きの鍵は田代選手のキーホルダーつけててたまたま告知なのに僕、なんか下、キングスの T シャツつけに行っててつけていってシャツもキーホルダーも田代選手の持っててっ、ファンです、見てください、シャツキーホルダーもほらほらって言ったらあのがられましひどいもん、いきなりひどいよ、それは。顔でかいおじさんんああのれだだったよななろう 田代選手は、うん、あのお客様が入る前に練習でコートに出てくるんだけどその時ね、ね必ず僕にとびきりの笑顔を、えー、いいなバスンって <laughs> 一発、バスンっていや気持ちで来シーズンのボンボンみたいなの持っていこうと思っど そのボンボン見たら、持ってこい、いやいや、目、目立つように。こっちにも見て、こっちよりも頂戴と。向川応援団。向川の、ないるな。ありがたいですね。はい、アンナさんから、田代選手、三河戦で爆発してほしいなと。で、友香さんから、開幕戦見て、直感で、田代選手、応援しようと思って、応援し始めましたって。直感で。やばい、やばい、どうした。ええ、空母さん、俺聞いてるよ、笑いの得点取ってるか、チェックしてるよ、知らんよというコメントを。はい。 ええ森久山内さんより…ちょっと待て山内選手が聞いてるよマジか嘘でしょ嘘でしょうわ、これはあかん…大えマジか俺はねえねと友達ですよ山内選手のはい、友、友、山内選手の沖縄やからどっかで連絡されるんですよ森久選手のお姉ちゃんがト達とお姉ちゃんなんだったら俺の大学時代のゼミの先輩金城選手の妹だったんだ これやっぱ親戚増えて本当ですよね。<laughs> ねだから俺よか考える時があって、うん、そのゼミの合宿で、うん、金城選手の妹さんと、うん、あの世の中ですよ。2>, うん、2人でなったことなんですよ。うん、部屋一緒に俺、うん、で。 ひょっとして俺にあの時もうちょっと勇気があれば近所選手がお兄ちゃんになっちゃうから山内選手聞いてるとすごいねそんな山内選手先ほどのねえっとんていうのみんなで総選挙みたいなのやってたユーモア部門サイン山内。 全ビーリーガーの中でどういうことそういうことこれどう決めてるんですかいやだからわからないいやもう投票投票だから偏よりあるかもしれんけどでもユーモアさすがにねだからあのサッカーさんみたいなことができる子だからああそういうことで山内選手はね小この子多分すごいどの強い眼鏡をかけてたこの本当にそれぐらいのいやで面白いですかねテレビとかいろんな聞いてたそうあのやっと気づいたとか遅とかやっとかとかちょっと我々怒られてますな 気づけと見てることに山内選手が見てることにねいっぱいメール送ってくれてたのかもしれないよねこんなのえ聞いてくれてるの恐縮ですね本当にどうする俺ね電話番号わからんわけキングス選手書いてもらえばいいじゃないですかもうツイッターおかしいでしょツイッターかけてからねわってもうめっちゃ面白いコメントするよさっきまでね山内選手のあの大阪戦のスティールの話した時に山内をもっと出せと我々 それに賛同するようにツイッターのコメントもあの同感とか言ってたんで <laughs>、ね、山内選手、ね、俺山内選手聞いたことあるわけはどうやったらもっとあのコートに出れるんでしょうかねって、うん、本人に聞くのもなんですけどって聞いたら分かりますかって聞いたら分かりますって、はい、<う>簡単ですと。津山が怪我する <laughs> ドラッグユーモアでそそ、ね、そうそうそう,そういやいやいやすいませんそんなのいいですと、はい、いやそれで相手のチームでじ味方のチームそれやってどうすんのとほ、はい、他にもあるでしょって聞いたからありますと、うん、ムーさんにあのヘッドコーチさ冊ともヘッドコーチにもう少しお金を握らせる少し <laughs> すでにいくらかのちょっとあはもう渡ってるんですね。めっちゃかっこいいめっちゃ面白いわけ。ここら辺でも一応我々お笑いが本職じゃない。ではいはい。このあのムーさんにあのワイを渡すとかだと面白くないですか。そうそうそう。あのもう少しそうそうそう。すでにもうちょい握らせてる先生な。すごい絶妙なセンス。そうですよね。あのここは我々もあれできるさ。勉強なね。そうそうそう。 そうなの、のあ想像がやりやすいというねちょっとこの表現スティールしてう使わせてもらいスティールでうまく使うなお前もはいありがとうございますいろいろありますねでまあ舞ちゃん2さんからでもコスにはまだまだだなということでねまえちゃんさんはさっきどなたが好きって言ってたんだっけねえっとあそっか田代君か田代君の話されておりましたがで、群馬の有蔵さんから俺は山城よしき選手きっかけですとうわ、やっぱ渋いな山城よく道に合うんすよ 会うってどういうこと？どこに？空文字交差点らへんで会うんすよ。空文字交差点で何してんの？あっちはあのバーやってるんで。よく会うんすよね。あ、そうなんだ。仕込み中なのかわかんないですけど。めっちゃでかいっすよ。俺も一回もね、なんか顔出してないからね、怒られるんだよ。山城康介選手もいつもあの試合が始まるときに俺の前来て。 ちちょっと何なんすかそう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 それを2人のルーティンにしててそう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 その時にねあったんですけどもじゃあちょっとメッセージ来てますんでちょっと呼んでいいですか。えっと福さんから頂いております。って 旗の,<ー>の選手もねはい、はい、ここぞという時にいぶし議員の方がしますから、はい、そうミドルレンジからもあの身長で打ったりとか、はい、でね 2m ないのに外国人選手といつもやらないといけないわけよ。はい しかもあの人の髪型さ毎回変わってすごいでしょ今だんだん短くなってってもうこれ以上短くなったらどうなるのみたいな今もうそこら辺もあの楽しませて視覚でも目でも楽しませてくれる、うんはいはい、あれいうンサービスの一個ですよね俺思うのが、うんあの あのキングスのグッズのバッジがずっと初期のアフロだから各種髪型を俺はもう変えたところはどんどんやってくれなるほどねそれコンプリートあるかもしれないもんねタル選手のコンプリートね全部アウトレットのなるほど弁発みたいなやつも全部な発よ発弁って運営側からしたら髪型変えるなまた作らなあかんとなるからそれはあるよ足元とかも面白いよわかるう あの靴下黄色で、靴が黄色とか。靴も違います。そうそう、はい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 。あります。そういうね、おしゃれというかね、センスもね、面白いです。見ていただきたいと思いますよ。はい、で、次は他にはないかな。まあまあ、いいでしょう。そんなもんかな。あの、キングスの、あの。 音響とかもいいじゃないですか盛り上がるじゃないですかいいな。デ,ディフェンスとかあの攻撃の時のカランカンカランカラン,カンあっ<ス>あれねあのーうん、キングスあのファミリーマートさんとあのコラボしてるじゃないですかはい,はい、はい、あのチャタンのファミリーマートなんですけど僕読谷に住んでるんで那覇に行く時よくあのチャタンのファミリーマート利用するんですけど、うん、キングスのねあの店内入ったらもう <laughs> カランカランカランになってるんですよ<う>ああガンガンあれね <laughs>

なぞ履いてっつってスルーってスルって抜けてってやってしまうああいうちょっとキングスコックあったりするよねはい剣門のとことかでもあのディフェンス流したらいいです本当よね面白いなありがとうございますはいキちゃんさんからいただいています僕が大好きなのはキースリチャードソン大イビテラーのアシスタントコーチということでキースリチャードソンねスタッフにもね目を向けていただくのが非常にありがたいですあのね あの、去年なんですけどもキングスが優勝したとき、はい、昨シーズンなんですか BJ リーグのときね、うん、あのとき、ね、の、ケガがほぼなかったわけ選手のそしたらあの、トレーナーの体をみんなのフィジカルを見ているあの、永安さんというスタッフの方が女性の方がいらっしゃんだけど、うん、涙を流して喜んでたわけうわ素敵な話。だからさスタッフもそれぞれの戦いがあって、はい、で あの観客の皆さんにその笑顔を届けるのはもう選手だけじゃないわけよ、やっぱりそういったドクターだったりとか日頃から体を見てる選手のスタッフとかそういう皆さんがあって初めてなってるからもうね、ぜひだから僕、いつも言うんですよあの台本には書かれてないのよ、最後にさ,さ、それでは今日もあの琉球ゴールデンキングスの選手に大きな拍手を見たのも書かれてるんだけど、必ず俺スタッフも入れてる、キングス選手、スタッフに大きな拍手を送ってください、今日も勝利ありがとうっつって。 必ずスタッフ入れるんですけどそれはちょっとクーバさんの好感度が上がるだけでその話は言わなくて今ね <laughs> せっかくだからったような話あったからみんなで、ね、<laughs> スタッフのことにも注目してってことは俺の好感度はどうでもいいわ、うん、俺の好感度はどうでもいいあの、ね、俺昨日そういえば寝ぐそしました。

そうなんですよね浦方さんの頑張りもあるんですよねという ですね。B リーグになるにあたってやっぱスポンサーも増やしてお金もちゃんともっと稼がんといけんっていうのででももう正直キングスぐらいになるとキングスぐらいになるともういろんな会社から資金も集まりそうだと思いますけど僕ら素人からしたらそうですよねそういうのもあるわないやいやありがたいけども違う違うちょっとねえっとユウキさんっていう方からコメント頂いてるんだけど山内選手投票しましたよってさっきのユーモアね やっぱおもろいわっていうことで<ー>で津山が怪我する大爆笑みたいなのが書かれててれでその次にあのー、山内森久選手から頂い,いてるんですが、はい、クーバーそれ内緒だからう <laughs> <laughs> 違うのよこれフ <laughs> ァン感謝が今回さ <laughs> シーズン中にも何回かあったわけキングスのあの、うん、山内選手とえっ、ー、と渡辺龍之介選手と、うん、僕であのー あっちを回るわけ。えっ、ー、とー子供の国子供の国をファンの皆さんと回るみたいな。えー、その時のあのファンの皆さんとの交流の時に。えー ファンの皆さんの前で言ってたからね、彼はそれに内緒もなりもさそう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 言ってるやしとそう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 面白すぎヒーサーならではとで、ボリスーサ山内さんからそれは本当の話ですよ、ということではい、面白いんですクーバさんしか知らない話、たくさんありますああー、まだまだあるんですけどねあの、公式さんの方から今、いただいておりますパブリックビューイングの告知お願いします商売がうまいね ででもそれはそうですよね,ね、はい、これさ、だから本当はあの、ね、ディレクターさんとも話してて「コジ、はい、ミュージックタウン」である今週末土日の,、はい、あのやろうねって言ったら本ちゃんのところで言えなかったので、はい、もうすみません、ここで申し訳ないんですけども「<laughs> そ,そうなんでコジャミュージックタウン」の2階でですね、入場無料ですよ、はい、はいえー、今週末5月13日土曜日5月14日日曜日、はい、パブリックビューイング入場無料500名限定でお届けいたします。 限定って言い方おかしいけども定員が500名なんですが、えーとね、5月13日土曜日は15時会場16時5分試合開始となっておりますので、うん、こざミュージックタウンに、はい、ぜひ集まってえどうする、はい、え、ごもんでしょっ <laughs> <laughs> ちょっと待ってお前,お前5月13日15時から18時ぐらいまで仕事はないのよ <laughs> <laughs> ないのよじゃない開けたのよ。 のでもこれもね本当の話であのここも仕事入ってたんですけどこれがまたばらしになってお前んだのこのセーキングスの大事な試合の時には仕事が俺をよけていきよこれありがたいないや本当になるほど、いやいいでしょうじゃあそれあの5月13日もし時間あったらはいマジでいきますあ本当日曜日ほんう 本当にもう悔しいんですけどの他のラジオがあっていけないですか5月13日僕これパブリックビューイング多分僕が MC やると思いますんでぜひその時一緒にわーってやろうやりましょうやりましょういい ?OK じゃあ俺が吉本からもらったお金を半分お前にあげるわお金はいいですよほんとやろうかなと思ってツイッターキングス公式さんからずっと見てますっていうふうに釘というかまあおお。 おスンクヒョ長いなわら人形に押し込むタイプの長いな長いゴスンクは長いなニランコと言うなよと <laughs> <うす> <laughs> 刺されましたからありがとうございますでもね公式さんこれまあいろいろ言いましたけどこのはるかさんのコメントとか見たらね最高一生聞いてたいゴーゴーキングスと一生は無理って聞く方大変よね。こっちもねちょっとカロリーを取らないけからなんとかなるんじゃないあの一人だけちょっと飯食いに行ってからお風呂びに行って一生放送するのかいやでもちょっといいですね放送ね 日曜日あのラジオが他局なっていけないから悔しいって言ってたんですけどそこのディレクターさんが聞いてて「うん、悔しいんかい!」って。 これは本当にちょっと待ってください違うんですよ違うんですよとそうんです。うそ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 特にうそ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 うみうそでそう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 いうそ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 そうそうそうそ あの FM ラジオのすごいところが、あの多曲のラジオ OK って特殊。そうなんすか。僕あの毎週金曜日ここで喋ってるんですけど。本当よね。あの多曲のコック人させてくれま全然。本当よね。素晴らしいよね。ありがたいよね。いいじゃないですか。はい。なのであのぜひ5月13日15時開場16時5分あの行けないとねこちらミュージックタウンに皆さん。 集集まままっっててけないいいい皆はたただだきと思す入場無料からしかもテナントとかも出るからさキングスグッズとかも多分出るっていやだから無料だからこそ買わないとねそうマジでこれえもりちゃん偉いのが毎回買ってるう。必ずグッズ買ってくれてるよなそうなんですよでこうやっぱあっコモじゃないですか行よくのギリギリなることもあってじゃあすみません5回分のグッズ買うという気持ちを込めてあの時計も買いました これ買うから向こう向こうご試合はグッズ買わないでいいですよねみたいな自分の中でもう本当に人食ってるわすげえビリーグのいや僕もねあのみんなそのキングスもちろん好きですあのグッズも買いたいんですけどちょっとみんなより上行ってますよ感出したいのであの銀河のゼビオでビリーグの T シャツとかそう ってます日本バスケットなるほどゼビオのそんなアンダーマーのところで買ってねとかキングスコーナーるかコラボしてんでやってるんでぜひケンコさんビール3倍我慢したらグッズ1個買えたこれは思いますわ僕。 そ講義陣だから13日ですか皆さんグッズ買ってくださいお願いいたします5月14日日曜日は13時会場14時5分から試合開始となりますのでお間違いのないようにこちらも入場無料「コザミュージックタイム」2回でございますはいぜひともねもうこれでねチャンピオンシップ B リーグ元年ですから爪痕少しでも残してねだきたいのでそれでもし買ってだからさキングスで試合チャンピオンシップが 行われる可能性がまだ残ってんのよ。実は。うん。あのえっとまあホームでってことですか。そうそうそう。塩住かあともしやってね、あの勝ったらキングスが勝ったら今度ねあのもう一つのブロックでえっと千葉が栃木に勝ち勝ったりすると。 あのキングスがあ,の、うん、あれで2位になって、はい、全体の3位なので、はい、キングスのホームで開催がっていうのが可能性としてあるということですねそうそうそう。ありますんで<っ>そんな夢も見つつ<っ>ぜひともこの、ねえー、1314今週末土日<っ>歴史の1ページがまた1枚めくられますんで,そ,ですそれをぜひみんなで見て。 キングスのポジションというか今、どれをどうすればいいのかというのをみんなで見守っていただきたいとビーストロンガーの今回、今シーズンテーマに掲げたあの強さというもののね、水が、その集約された姿が見れると思いますのでぜひとも今週末土日、コザミュージックタウンに皆さん集まっていただきたいと思います。 この言葉をスローガンにね本当にこれは言葉かっこいよねこの土日にねぶっ倒しましょうなるほどなるほどみんなで心一つにキングスのね背中を押していただきたいと思いますはいさあということでなんかもう言い残すことないか千葉県からひとみさん聞いてますあら楽しいですキングス最高って千葉からも聞いてくれてるんだよひとみあんたも沖縄に来なさい読みたそうに土地がいっぱいあるよ安いから買いなさいあんたも自分もはい軍用地主なんでそうなんだいくらでもはい 軍用一つもからぬしになれるから <laughs>、はい、軍用地主ぬしになりなさい、ね、はい。 僕何も持ってないんであい琉球ゴールデンキングスしーシケラ告知ありがとうございますねめっちゃ怖いわこんな遠隔操作やめてキングスコーほらないやねんもうありがとうございますイちゃん2から時計買ったんだ井森君っね時計買ったんです今日の放送後でまた聴けるといいなということで後で聴けるんですよねユーストリームとポッドャストでっとで聴けるようにしてるということなんで FM ならでのホームページから。 あ、YouTube か、ごめんなさいはい、YouTube… ユーソルミさんは YouTube とッドキャストね。から聞けますんでお願いいたします龍之介くんのキーホルダー買わないとーって舞ちゃん通さんからね龍之さん、毎週ラジオやってほしいですってあやりたいね毎週だとね、我々さすがに、まあなんやかんや言って一応は沖縄の芸人界の中堅ではあるじゃないですかそうですねね、ギャラがね ラーキャンーンそうなんですよこれはお<前>お聞いてる方はねもし企業の社長さんであったりとか <laughs> そういったことであればもう全然ねこの聞いてくれるね <laughs> なんかいろいろ考えていただければなと思いますが、ね、ありがとうございます。他にも えっと、福さん、キングス活用者間に合うかな、って福さんっていう方がキングス活用者さんに作ってくれた方なんで。何、何個作ろうとしてるいて、この人。めちゃめちゃだな。ゆうきさん、三人で毎日やってほしい、超受けるんですけど、ビーリーグ T シャツが。上なんだ、どんな記事を読ん書いてあるの、これ何のことかな。僕の T シャツ。あ、そういうことか。そういうことか。上、上社じゃないですよ、すみません。コーナーとかもさ、キングスブースターからキングスグッズ、こんなのアイディアとか寄せるコーナー。あ、いや、面白いね。面白いねす。 ねえ羽鳥選手のね部屋が変わるたんびにパっツも変えてみたいな面白いもんなキングスシューシュとかやったら女性カウんちゃうかキングスシュトシュね手につける手こつけるやつなるほど紙にねやったりとかなるほどはいえとじゃあねなんだろうダウマさん決勝戦が開幕戦と同じカードなら奇跡ですよねってあるまルク東京だなったりとかしたらさこのカードで始まり終わるしかもその時ね2連敗してますからそこでまたその時で始める 出てたジャイアントキリング。 こんな綺麗な,いいなこれのあのオーライ世界でもめっちゃ綺麗な形ですよね。ねはい、<laughs> 本当に最初でぶっといてか最初の掴みで受けたボケを <laughs> <う>落ちに持ってきて落とすみたいなこんなテクニカルなことはないですよ。<laughs> すげえなテンション上げるなオレンジ電子レンジだから団結の力っていう。うん、<ー>これはねシーズンだけじゃなくてもうずっとあのこの2007年から始まってる、うん、琉球ゴールデンキングスが掲げるテーマといっても過言ではない、うん、な団結の力っていうのはずっとありますからね。あの,あのパブリックビューイングするじゃない。 はい、やりますよ。東京に多分応援しに行く方もいるじゃないですか。中にはいらっしゃると思う。あのライン電話つないで、パ <laughs> ブリックビューイングのディーウェンスを。あんたの有明に少し。届けますか、ね。なるほど。なるほどね。はい、面白い企画ですね。これ沖縄市やらキングスさんがね。はい、なんかちょっと考えて。やっていただければ、熱いですけどね。<laughs> ねなるほど。いろんなアイデア出ますから。我々を企画会議に出してほしいですね。<あ>キングス。本当,に本当に、本当に。 俺は必要だよお前も必要だよお前何やかんよってお前も必要だよですよねやっぱり僕一番も客です純粋なのお客様代表というかあんまりそんなに知ってないルールわからないそうそう全然いいそういうお客様が大好きの健吾さんがめちゃくちゃなことを言った後俺らが言ったらちょっと説得力ありまよ すみません、もうかませ犬やからそういうのもあるしバランスっすねそう、本当にお前読んで本当によかったと思ってるから俺良<ー>かったですあ,ありがとうねはい ありがとうございまほかにはあるかなえー、後で聞けるの嬉しいツイキャスでは保存録画しませんかって書いてあるんですけどツイキャスでも録画してますんでということではいゴーディーのフェイス打ちは作ってほしかったとかさっきの企画いいですねフェイス打ちはゴーディーってねあ<ー>いいですよそうそうバスケットボールの妖精のゴーディーのフェイス打ち特大タオルいあ特大タオリもいいかもねかあのよく湘南の風のライブとかで回,す回,し回してますよ。 あれなるほどいい、ね、あのさキングスって、はい、あのコールって1個しかないんだよ、はい、あだけどさ全然オッケーなのそれでそれで今までやってきてるんだけどその何て言うのかなわ,わざわざ。 なんかほら難しいのちょっと作ったりとかしたら、あの初めて来るお客さんとか資金ちょっと高くなるそれはあります、ね。そういうのもあるのかわからないけど自発的にそういうものだけで今までやってきてるので、うんうん、もう全然ねその個数とか関係ない。はい、それだけでもあんだけの盛り上がりができるので、うん。確かに。もう全然必要ないよ。もうあの,あの、ね、本当にそうですよね。うん。それがねあのまあまあだけどそのキングスのもしね特大タオルっていうのを作ったことによって、うん、自発的に発生したら。 それでわ、OK、け、OK うん、自分たちから楽しんでそういう簡単なものをねやっていただければいいす、ね、回すぐらい誰でもできるさね<え>声出すの恥ずかしい人いるわけよ。回すだけだったらこれみ、うんね、たいなねもうちょっと俺タオル屋さんだったら名前い。まあ <laughs> でも存在意義がちょっと違うとめっちゃこの肌触りとかいろいろ感じてほしいソフトにやってたのにんすよ回すものになってるじゃあもう20年後ぐらいに若い人は俺らが体吹いてたうわタ吹いてるあいつ真和さんで体吹いてるぜそんな未来ね可能性もなきにしはらぞはいありがとうございますねえお願いがあります藤屋の全在復活してくださいとかねあったんだよ昔はそうなんです藤屋さんもね あ <laughs> はさすがで、さすがでございます、うん、はい、と次ブレックスは応援歌があって好きなアーティストが歌ってますそこでタオルも使ってますと<お>群馬のアニソンさんからん、ね、だからいろんなあの形があっていいと思うんで <laughs> ありがとうございます扇風機で乾かそうって書いてある <laughs> <laughs> 体な <laughs> 体な <laughs> 服だとタオル、服だとマービーさん、めっちゃ面もしろい。時間かかるな。あがアンナさんが扇風機で乾かそうとおっしゃっておりました。アンナさん、めっちゃおもろいな。ありがとうございます。純粋な疑問、タオルの存在意義はやばいって書いてがということで、皆さんもう10時58分40秒回りました。すごいっすね。本当にね120分お届けしてまいりましたが、ジェットタオル本当によ、もう、久馬良樹の勝手に琉球ゴーデンキングス応援番組、活動、B リーグ。 チャンピオンシップ強くなったよビカムストロンガー今夜の放送 <laughs> …タイトル変わってるよさん <laughs> 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 なんだばこれ大丈夫しない <laughs> 今夜の放送は FM なはツイキャスのライブ履歴 FM なは YouTube チャンネルでもご覧いただけますあなたの応援と動画の再生回数が第二回の放送につながります、はい、これ俺たちエンジャーにも言われてないことだからね、はい、第二回あるってこともこれ、ね、ありそうですねだからね合わせてチェックをしていただければと思いますどうだったエムリくん？はい。ちょっとこぼれるけどいいよねちょっとこぼれてもいい ?11 時はいあ<の>エモリあのやっぱこうやってね語らせてもらえる場があのなかったので <laughs> だからねも,<う>もっと喋りたいさ本当に楽しい あのさこれなんか台風の時やる？視聴率すごいよ。台風の時やる？どうする？落ち台、落ち台なんでこっちどんな電力だろ？電気だよ何百キロメートル？それちょっと考えよ。あのボランボランボランも用意したボラン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 。そう充圧電気も用意した。本当よね。もっと喋りたい。もこんあの聞いてる方もいっぱいいるじゃない？そうもっと。もう俺もなんか公開でやりたい。ああなるほど。またお客さんも一緒に？はい。 あ<む>一応まあそうねこっち何名ぐらい入れるの FM の三十三四十はいるお酒とか出すの出したりするいい大丈夫大丈夫あじゃあじゃいいや買うよこっちから買うからねそれ飲みながらみんないあ<ー>わーわあったら楽しいんじゃないですかいやーこれちょっとね<ー>もしあのパブリックビューイングの時にその試合開始前になんかできたりしないんですか、うん、トークライブみたいなあこういうラジオちょっと持って,て、えー、持って,て,持って,てはいそうそうそう,そうやらなくていいんじゃない別に。<laughs>

だって今から見るんでしょっていうことでもう僕スタンス変えません終わってからだったらまだ分からんでもないけどさなるほどねまあまあいいあのほら終わった後喋しゃべりたくない試合ってははいいホームねとそれなのよだから終わった後が多分肝だと思うお前終わった後とめっちゃ言ってるだろどうせ負けた時がもうわちわちするよなわかるよ いいんですかその状況でもね。えいいよいいよだから本当にガチだからさそんないい試合ばっかりじゃないからそういう時もでねそうそうキャプテン岸本が言ってたけど最後のね日曜日の終わった後に言葉もらうので琉球ゴールデンキングスのブースターファンの皆さんは厳しい言葉とか罵声とかそういうのを浴びせずに最後までねっ。 応援、温かい組み守ってくれたのが本当に感謝という話してたからもちろん負けて腹立つこともあるけどここはこうだろうああだろうていうのはありだと思うけど愛を持って発信するのは全然 OK ですからああ、終わったと負けても僕負けたときは相手チームと審判にしか言わないですけどそれもディスペクトしないといけないからあっちも必死でやってるからわからんでもないそれも言いつつ最後まとめるからお前は好きなこと言え。 あれが健吾は好きなこと言って。俺たちがまとめます。そうそうそう。はい。それはそう。任せなさい。はい。じゃあ健吾どんなどうだった？もうそうですね。やっぱりカンポス。わからん。もうずっともう逆力術好きな選手って言われてからのカンポスが。じゃ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 。さっき分かったけどカンポスの話の時これ視聴者数減ってた。知らずサッカー選手の話して見て見てユニフォームってラジオで言うてて。 <laughs> 見えへんし <laughs> 知らんし <laughs> あの逆に安心やすさ下手になったら。う ちゃんとわかってる。いいブースターです。そうよね。見かけたら声かけてほしつね。日が健吾見かけたらあのブースターでね、ちゃんと応援よろしくよ。と一緒に応援します。なるほど、なるほど。いいよね。お前も育ててってもらいたいな。いや本当にブースターの皆さんからな。いい企画じゃないですか。日が健吾を育てる。いいですね。いいですよ。卵こっちじゃないけどね、健吾っち。いいですよ。やろうやろう。育ててください。はい。ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。本当にね皆さんたくさんの応援コメント本当にありがとうございました。 全然ね、1時間あっても全然やっぱり足りないねあの延長戦しても本当に申し訳ございませんがですけどもたぶん皆様のたくさんの視聴、あのー、いただければ本当に第2回っていうのが可能になる可能性がありますので、はいはい、これもネットとかで YouTube のやつ拡散してほしいなぜひこんなのやってたよ2時間こいつらバカだぜっていうのを、ね <laughs> はい、どんどんと投げかけてただ我々はこれ無許可でやっておりますから。そ い,いやいや、見てるけども、公認、全然してない、<laughs> 非公式でございますから、いずれね、近々また僕らが2回目、3回目のときに、梨汁プッシュて言い始めるかもしれませんので、<laughs> 皆さん、その時はよろしくお願いいたしますね。はい、ということで、まだまだ続く琉球ゴールデンキングスの道。はい ぜひとも今シーズン最後の最後まで皆様の応援よろしくお願いいたします。ますそれでは以上でございますよ。クーバレスキューの勝手に琉球ゴールデンキングス応援番組活動ビリーグチャンピオンシップ強くなったよビカムストロンガー <laughs>、えー、お会いしてはクーバレスキューと道路交通条戦立千花子とリップシサービス榎森康介でした。ありがとうございました。<laughs> さよなら。ありがとうございました。皆さんありがとう。ごめんなさい。